パディントン初4時50分は、1957年に、刊行されたアガサクリシティの推理小説、マープルシリーズの長編第7作目にあたる。友人のミス・マープルに会いに行くために、パディントン行き初4時50分の列車に乗ったマギリカディ夫人は、隣の線路を並走する列車の車窓に、男が女の首を絞めて殺している瞬間を目撃した。 マギリカリプ人から敬意を聞いたミスマープルは、翌日の長官に、それらしき記事が見当たらないことから、二人で警察に、事件の経緯を話したが、警察の捜査では、列車内は、愚か線路周辺でも死体は発見されなかった。ミスマープルは、殺人犯は、列車内で考察した死体を、列車から投げ落としたと考え、ブラックハンプトン駅の手前で線路が大きくカーブする。 地点にあるクラッケンソープッケが所有するラザフォードホールがその場所であると推理し、旧地の家政婦のルーシー・アイルズ・バローに死体を探すためにクラッケンソープッケの家政婦になってもらうように依頼する。そうしてクラッケンソープッケに家政婦として潜り込んだルーシーは数日後、納屋の中の石棺に死体を発見した。死体が隠された状況から犯人は ラザフォードホールの敷地や状況に詳しい人間であることは間違いなかったが被害者について誰も見覚えはなく動機が不明のため捜査は一向にはかどらない中第2第3の殺人が起こった自動書コミックキャストスタッフキャストスタッフ2006年4月11日に日本テレビ系列ドラマコンプレックスにて嘘を尽くしたいのタイトルで放送主演は岸恵子。 2018年3月24日21時から23時10分に、テレビ朝日系にて、アガサクリスティニア連続ドラマスペシャルパディントン初4時50分、新大特急殺人事件のタイトルで放送された。キャスト主人公と関係者富沢帝関係者警察、関係者その他、スタッフ美交渉告示達也など、複数のキャラクターは、同じく、アガサクリスティ原作ドラマの、ニア、 連続ドラマスペシャルアガサクリスティそして誰もいなくなったとアガサクリスティニア連続ドラマスペシャル大女優殺人事件鏡は横にひび割れてドラマスペシャルアガサクリスティ予告殺人にも登場している嘘をつく死体に関するカテゴリーパディントン初4時50分寝台特急殺人事件に関するカテゴリーありがとうございます